弱さは精神的に弱かったということです。ダビデやソロモンのような強いリーダーシップがあったわけではありません。ダニエルのような強い信仰もあったわけではありません。エレミアはとても弱くて、いつも恐れていました。そして預言者の働きから逃げたいという思いもいつもありました。預言者として神様の祝福をただ宣言する面では最高な仕事です。なぜなら人々に好かれるからです。しかし神様からの裁きを宣言することが預言者にとって一番つらいことです。人々は祝福をもらうことにとっては喜びますが、裁きを聞くと怒りでいっぱいになります。そしてその怒りをその預言を語っている預言者にぶつけます。エレミアも何度も死にかけて牢屋にも入れられて、何度も大変な目に遭いました。本日読んだ箇所でもエレミアは神様に文句を叫んでいます。もうこれは耐えられない、もうこの仕事はやりたくないと泣きながら神様に叫んでいます。今日の箇所の20章7節から8節をもう一度読みたいと思います。7節から8節、20章の7節から8節。主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ思いのままにされました。私は一日中笑い者となり、皆が私をあざけります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ暴行だと呼ばれなければなりません。主の言葉が一日中私へのあざけり者となり、笑いぐざとなるのです。ここで預言者エレミアの弱さがすごく分かりやすく書かれています。しかしエレミアには強さがありました。それは素直なところです。素直なところ、もちろん素直だからこそ自分の弱さを認めて神様に文句を泣き叫んでいるかもしれませんが、素直だからこそ預言者としての仕事をしっかりすることができました。エレミアは今の時代で言ったらどういう人なのかなと想像してみました。まあ、これはあくまでも私の想像だけなので、まあ、聖書には書いてありません。小学校に、たまに、先生とやたら仲のいい生徒がいます。どこでもいると思いますが、そして他の生徒が何か悪いことをすれば、いつもこの生徒はすぐにその先生に報告しに行きます。エレミアはそういう人だったんじゃないかなと、想像できます。エレミアは素直に神様の言葉を宣言し続けました。そして神様に選ばれたからこそエレミアはその責任から逃げることはできませんでした。どんなに人から嫌われたとしてもエレミアは神様からの予言をしっかり予言していました。9節を読みたいと思います。20章の9節。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によって語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくことに耐えられません。もうできません。素直だからこそエレミアは内にしまっておくことは耐えられませんでした。神様の言葉を聞いてしまった限り、
その言葉を内にしまっておくことはできず、それを素直に人々に伝えなければなりませんでした。神様の言葉は燃え盛る火のようだとエレミアは言います。もちろん弱いから迫害から逃げたくなる気持ちはありました。しかしそれよりも神様に語りなさいと言われることから逃げることはできませんでした。エレミアは人間を恐れていました。しかしそれ以上に神様を恐れていました。私たちはどっちを恐れているのでしょうか。人間を恐れているのでしょうか。周りの人たちに好かれるためにさまざまな行動をしているのではないでしょうか。人から良い評判を目指して生活しているのではないでしょうか。エレミアのように人を恐れる以上に神様を恐れるものになりたいと思います。このエレミア書を読んでいくと、私自身の神様から受けた証明を思い出します。神様が私が17歳の時に福音を述べ伝えなさいと御言葉を通して語ってくれました。その時から6年ぐらい経ちましたが、この6年間の間で神様からの召しを心配する時がありました。本当にあの時の御言葉は私のためであったのか、気のせいでないのか、偶然ではないのか、神様は本当に私を牧師として用いたいのか。もちろんその時、その御言葉を受け取った時は確信していましたが、時々このような心配をする時もあります。時に恐れを感じる時、そしてプレッシャーを感じる時、こういうふうに心配しています。しかしそういう時にいつも御言葉が与えられて、その御言葉を語らなければなれないという熱い思いが胸でいっぱいになります。そしてその御言葉を分かち合うと毎回確信します。あ、神様は本当に私を選んだんだ、神様は私を通して御言葉を語りたいんだと。私もエレミアのように恐れで心がいっぱいになることがあります。しかしそういう時こそ疑ってその思いから逃げるのではなく、素直に神様にその思いをぶつけて祈っていく時に、神様が私の心を平安で満たしてくれます。あなたの人生も神様は計画を持っています。最後にエレミア書の29章11節を読みたいと思います。エレミア書の29章11節、これが神様がエレミアを通して人々に伝えている言葉です。お読みいたします。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は私たち一人一人の人生にも今でも計画を持っておられます。神様があなたの人生を通して語りたいこと、成し遂げたいことがあります。しかし時によってこの弱さがそれを邪魔する時があるかもしれません。それは恐れかもしれませんし、プライドかもしれません。怠けることかもしれないし、自己中心な思いなのかもしれません。
人間一人一人さまざまな弱さがあります。しかしその弱さがあったとしても、エレミヤのようにその弱さを素直に神様にぶつけていきたいと思います。神様の思いから逃げるのではなく、神様に向かって神様から助けと力を日々いただきたいと思います。イエス様を信じて救われた私たちは、火で燃えているような聖霊様がおられます。その聖霊様が私たちに力を与え、そして平安を与えてくれます。神様を信頼して弱さをすべて持っていきましょう。弱いからこそ神様の力により頼んで、私たちは強くなれます。お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたは私たちとコミュニケーションを取るために、交わるために私たち人間を創造してくれました。しかし私たちが罪に落ちてから、あなたを見るのではなく、そしてあなたの声を聞くのではなく、いつも自分に目を向けて自分のことしか考えません。この罪があるからこそあなたを見るのではなく自分を見てしまいます。そしてあなたとコミュニケーションを取れなくなってしまいました。しかしあなたは私たちを愛し、そして私たちのこの罪を救うためにイエス・キリストをこの地上に送り、そしてイエス様を信じることによって、私たちが聖霊様が与えられて、そして聖霊様を通してあなたとコミュニケーションを取れるようになりました。本当に感謝いたします。今日読んだこのエレミヤ書を通して、エレミヤの弱さを見ることができました。エレミヤはいつも恐れでいっぱいでありました。そしてこの預言者の責任から、この仕事から逃げたいという思いもいつもありました。時には私たちもあなたに従う人生から逃げたいという思いがあるかもしれません。自分のやりたいことをやりたい、自分が安心できるところに行きたい、そういうふうに思う時もあるかもしれません。しかしどうか私たちがこの弱いところを素直にあなたに持っていって、そしてあなたが私たちに持っている計画を握って、そのままに歩むことができますように、あなたが力を与えてください。私たちは自分の力だけだと弱いです。しかしあなたにより頼むと強くなることができます。どうかそれに信仰を持つことができますように助けてください。あなたからの力をもらうと本当に強くなれるという信仰を持って今日一日歩むことができますように助けてください。そしていつもあなたに信仰を持つことができますように助けてください。イエス様の素晴らしい御名を通して祈ります。アーメン。